お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、来ましたね。来ましたね。ここはどこですか？ここ町田。町田駅です。うん、はい。今日はあれですね、はい、町田ゼルビア対湘南ベルマーレの試合を見に行くということで、うんうん、おーありがたい。ありがたいですね。ありがたい。今回もエルグラスさんのコラボということで、はい、いや、ほんといつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。練習に行くってことは、うん、あのクラブの取材いろいろとありましたけど、試合見に行くって初めてじゃないですか。試合初めて。今日最後に、うん、また黒田監督、はい、選手たちにインタビューするっていうことなので、いやそんな試合後の選手と監督に、はい、いや本当に今日勝っていい形でちょっとインタビュー入りたいです、ね、いやでもそこはね僕自信あります。で終わった後にね、おめでとうございますから入りたいもんね。いやもう今日バチバチに応援しましょう。はい、応援しましょう。はい、瀬尾さん自身はこれはトークショーのイベントもあったよ、太田光介さんとトークショー。マジか。いやこれ普通に喋り出してるけどいいんですかこの夜。いいですいいです。はい、でまあ紹介していくと、はい、今日もまた選手たちに、うん、あの試合後 あのゼルビアの選手たちにインタビューする。いやそうなんですよ。いやありがたいです本当に。なんでそこでね勉強していただこうと思って、はい、シュアーボの選手たちを連れてきたわけですね、はいはい、ジョージはやっぱり、まあ、藤尾選手とかオセフン選手とか、はい、他の選手があのやっぱり町田だと、まあ、結構ロングボール競り合うところとか、確かに、それでジョージにそこ聞いてもらいたいな。確かにジョージに一番学んでほしい技術がね、はい、こう町田の選手たちが日本最高峰でやってるということで、すごくね期待しちゃいますね。いや本当そうです、はい、どうですかジョージ意気込みは。いやそうですね、まあ、こういうチャンスってめったにないんで、うん、まあ、しっかり吸収して、まあ、自分のプレーに今後生かしていきたいなと思っております。真面目です。もうね駅前から硬いから、はい、これスタジオ見たらもうどうなっちゃうのかって定型文みたいな。そうだね、初めてジョージを見た方はこういう人なんだ。そうそうそう。いやでもねもうリスペクトは伝わってますよね町田へ。いや本当そうです、はい、で、うん、マッキー蓮は、まあ、ディフェンダーなんで、そう左利きディフェンス2枚連れてきてるけど、そうですね、うん、で あと町田といえばロングスロー。そうです、ね、でロングスロー飛ぶ人、はい、飛ばない人。そうだよね。だから飛ぶ人にはより飛ぶように、飛ばない人には少しでも飛ぶようにっていう。そうですね、はい、どうマッキーその辺は。いやなんかやっぱプレーは見えても、うん、選手のその内面のところ、うん、どう思ってるっていうところがやっぱ聞けるんで、はい、そういう楽しみにしてます。いや確かにマッキーにはねそのクロス長いボールと長いスローインっていうナイキも武器になってほしいところをちょっと今日学んで帰ってもらいましょう。いやそうですね、はい、今日いろいろとお仕事あるんで、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。で今はこれからバス停に向かってるんですよね。うん、どんな感じなんですかね。町田は結構あれなんですよね、うん、駅いろんな駅からバスが出発していて、うん、はい、どれが一番先着くかみたいな、そのレースしてるわけなんですけど、バスに乗って、うん、ちょっと実際にサポーターの方がいつも行かれてるような道すがらでちょっと行ってみようっていう今回は、はいはい、見ましょう、はい。じゃあ見ての通り乗ります。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。いや快適、涼しい、うん、いやでもこれ座ってれば着くんですもんね。当たり前です。そう、僕自身もサポーターの方と一緒にどうするとかそういう経験初なんで、なんかこの温度感、チームに対してこう期待するこの温度感を感じながら行くのはまたちょっと試合見るときのこの物語性が増すなって思います。本当そうですね。皆さんこんにちは、 FC 町田ゼルビア背番号45番柴戸海です。天空の城のずたまでは僕が車内アナウンスを担当します。マッキーどこ行ったの？まもなく天空の城のずたに到着です。お疲れ様。もうあっという間だね。どうすね、今日も熱い応援をよろしくお願いします。以上 FC 町田ゼルビアの柴戸海でした。皆さん行ってらっしゃい。行ってきます。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあまっすぐで。まっすぐ、はい、
でもスタメン選手の方が良かったら全然可能、まあ、多分そういうところだな。スペシャルなトークイベントを開催したいと思います。絶対優勝できると思いますんで見届けましょう。、はい、ありがとうございました。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 ブルーハワイより2と、メロンを1で、はい、わありがとうございます。お先にブルーハワイ。はい、ワッキー。ありがとうございます。はい、ジョージ。シロップたっぷりじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャンボ鶴田知ってる？昔のプロレスラー。知らない？わかんない。わかんないです。はい、知らないか。こんな悲しそうにかき氷食わないで。目線合わせ、台本合わせて。はい。よろしくお願いします。20分ありますからね。そう、20分あって、で、基本的に、りょうさん、コウスケ君が MC って君たち位置なので、はい、話を振ってもらって、予算話してもらうって感じにしたいです。コウスケ君から紹介を受けたら、はい、挨拶と、あと、はい、開口一番何か、ファンを前に、はい、もう、レオさん節で言っていただければと思います。うん、はい、選手のところの話は、もう、レオさんもたくさん試合見てもらえてるから、うん、はい、多分、ここのつかみのところをしっかりやってもらえたら、もう絶対、もう、あとは成功かなというふうに思ってるので、はい、最初、楽しくお話しいただければと思います。OK です。そんな感じです。すいません。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レオザフトボールさんです。よろしくお願いします。ようこそこちらへ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日、レオさん町田駅から箱田の皆さんと一緒にバスを乗ってます。そうなんですよ。町田駅の方からバスに乗ってこちらまで柴田選手のアナウンスを聞きながら来ました。ちょっと本当になんかこう箱田からエンターテインメントが始まった感じがあれすごく勉強になるんです。はい、予算さんの全然やっていただいていることを期待するのが大変ですね。結構ガチの話で本当前世の前世ですね。勝てはしなかったって言ってたんですけど、あれってもう一点取れるかかどれないか、あの時に見に行った方は過去に行かされて、ぜひ皆さんの評価がね、一枚になるなって使ってください。今日もお聞きいただきたいと思います。では今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。レオコンサートのことが大変でございました。以上、レオコンサートのことが大変でございました。以上、レオコンサートのことが大変でございました。こんな感じで大丈夫でした。マジでめちゃくちゃ助かりました。面白かったですね。行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。東京の感想。あー、もうなんかこういう多分僕史上最大キャパのライブなんで、なんかもう普通にやるしかなかったっす、ね。いやいや、でもまあ盛り上がったんじゃないですか。うん、なんか表情見ながらやってたんだけど、楽しんでくれてる感じだからよかった。よかった。ダゾーンとかで見るときより、アベマとかで見るときより、これアベマで見るときよりとかさ、だいぶ入ってる感じすんだけど、ね、今日すごいよね、期待値ね。やっぱもう優勝かかってる。ああ、そうか、優勝したいな。したいっすね、それは絶対した方がいい。あ、選手出てきたよ。すごいな、やっぱ現地だとこの普段リアルタイム分析だと全く音出してないからさ、映像で見るよりやっぱ現地の応援すごいっすね。ちゃんじゃん、俺もう無音で見てるから、もうインパクトが全然違うよ。100-0。俺実際見に来ないと分かんないですよ。実際見ないともう音すら出してないんだから普段。さあ始まるよ。焦げれるよ。よく上げた。ああ。
ど相馬のファンポンうまいよな。でこれやっぱ生で見ると空中戦の楽しさ5倍増しだね。空中戦って楽しいよな。生で見るとつなげって言うけどさ、生で見ると空中戦の方が楽しいよ。ぶつかり合える音とか聞こえますか。いけるいけるいける、来た。ジョージとペイにやってほしい2連続だったな今。めっちゃいいシーンでしたね。あれあれよろしくな次。決まりますね。あれさ、セットプレーの時だけセットプレーコーチ出てくるから、ここからなんか合図送ってるってことだよね多分ね。前半終了しましたね。終わりましたね。フレッシュ戦闘がこの後出てくるはずだから、フレッシュ戦闘がその1点を引き寄せてくれるんじゃないかなと思ったね。なるほど。すごいねこれね。交代あるかな。なさそう。あ、いるわ。あ、これはまずい。やられた。入れ替えられたな。でもこうなると早めにカード切るかもね町田が。結構変わる。アセント出てくるわ。めっちゃ変わるんじゃない。シュアーモに対してのコーチングみたいな。いやそうよね、相手も嫌だよね多分ね。いけいけ、ゆっくり休んだ。収めてセントマン。あ、いけるいける。いや全然取れる。これ1点返したらねまたホームだしね、全然違うと思うな。距離稼いで早い。しんどいですねインタビューね。えでも本当激闘だったよね、どっちも良くて、はい、これでね普通に観客としては楽しめたんだけど、やっぱりここから、ね、町田選手にインタビューするってところではちょっと心苦しいところがありますね。そうですね。でも受けてくださるってことの今予定なので、それは本当に嬉しいですね。いやだってこれ正直今日ちょっとすいません状況が状況なだけにってなったら俺らは分かりましただもんね。言いますよね、うん、なんで一人一人たっぷり話聞いていきましょう。はい、お疲れ様でした。黒田さん、今日の試合ちょっと惜しかったと思うんですけれども、あのハーフタイムにかけたお言葉をちょっとあの教えていただきたいなと思いまして。そうですね、まあ、前半は決して悪かったわけではないので、はい、特にこう決定機を作られたわけでもなく、しっかりとタイトにいけてたこと、または我々のカウンターがね、何回かこうはまりかけたものもあったし、まあ、オフサイドにありましたけども得点っていうのもね、ある意味形としては見えた展開ではあったので、はい、ただ逆にね後半の入り方の方がむしろ心配だったので、うん、まず立ち上がり15分のところ絶対にあのブレずにやっぱりやることをシンプルにやっていこうということは言ってたんですけど、うん、はい、2分ちょっとぐらいでね、うん、ちょっと失点をしてしまったというところはちょっと悔い残りますけど、うん、やっぱり一つ一つ見るとねクリア、たった一つのクリアですけど、うんうん、そういったものがきちっとこう弾き返せなかった、または相手に渡してしまった、はい、うん、まあ、そういったフリーでもやっちゃいけないことをねしっかりと整理してやらなきゃならないと思いますし、または、一瞬にねボールウォッチャーになってる、ディフェンダーがやっぱり数枚いて譲り合ったのかちょっと分かりませんけど、うん、ちょっとこれはこれからね映像を見てちょっと検証したいと思いますけど、はい、うん、やっぱり我々のコンセプトっていうものからちょっと逸脱したような守備っていうのはある程度こう見られたなというようなところはありますよね。あのセットプレーごとに特にコーナーキックの時にあのセットプレーのコーチの方と話されてたと思うんですけど、あれは見ながら相手の陣形を見てあの後半こうしよう的な話をしているのか、それとも自分たちが用意してきた方に対して選手がコミットしているかを話しているのか、どっちなんですか。どっちもありますね、はい、どっちもあること、それからやっぱり意図したボールがなかなか入らなかった、今日は左右ともにリスタートはコーナー結構あったと思うんですけど、はい、うん、やっぱりミスが多かったですよね、うん、だからやっぱりね、やっぱりそれを必要として入ってる選手もいるので、
なかなか期待通りのというかね、はい、みんなを生かすようなボールが配球ができなかったことはすごく悔いが残るかなというのがありますよね。あとこれ多分監督さんによって結構考え方が違うところで、僕自身ちょっと黒田さんのお考えを聞きたかったのが、前からの守備の部分なんですよ。あの相手が3バックのことは黒田さんなんで多分想定してると思うんですけど、その3バックの守備に対して3バックの両脇にあのウィングが出ていくときとウイングが出ていかないで相手のウイングバックを見るときがあるじゃないですか、はい、あの今日のチームに対しては出ていって全部このサイドバックがウイングバックに捕まえに行く、ウイングは相手のあの3バックの脇捕まえに行くっていうのを徹底させようとしたのか、うん、むしろ引き込んである程度のところまで引き込んだところから取りどころをサイドとか限定してカウンターしようとしてたのかって、その辺どちらなんですか。やっぱりね、そのもちろんポイント、はい、チェイスするポイントもあるんですけど、あとはフォワードとトップとそれからサイドハーフの距離の問題、はい、まあ、そういったところでかなりこう高く張り上がられた場合はね、サイドバック行かなきゃならないし、割と低くポジションを取れば、トップの方で二度追いするとかっていうことも出てくるし、ただやっぱり二度追いできるのにサイドバックが変に食いついてしまうと、やっぱりシャドウがねウェットついてランニングされるので、うん、そこはやっぱりセンターバックがどれぐらいケアできるかっていうこと、まあ、その辺やっぱり彼ら狙ってきてましたので、うん、その辺の駆け引きっていうのが今日の一番のポイントになったと思うんですよね、はい、できたらやっぱりできるだけトップでね、二度追い三度追いしてるところで後ろを担保する方が向こうの攻撃っていうのはやっぱり半減するし、スペースをねやっぱり埋まる形にできるので、はい、まあ、それはねちょっとそういったやり方はね、組んでたかな。あ、それ聞けてよかったです、うん、じゃあ最後にあのこういう、まあ、僕はあの黒田さんのやり方あの、まあ、ぶれないことによってあの前回の試合とかも勝ちかけたと思いますし、うん、今日の試合もあの敗れてはしまったと思うんですけど、ここからあの目線をやっぱりそれ直すことが大事だと思うんですね、うん、その上でやっぱりあの監督の言葉ってすごく重要になると思うんで、選手たちへの声かけとか明日からの声かけとかでこう意識する部分あればちょっと教えていただきたいなと思います。そうですね、もうねあのさっき締めてきたので、はい、うん、その辺の話の中ではね、やっぱり我々の中で目指しているものに関してね、まだやっぱり、本気度または甘さっていうものがね、充実したものがまだ見られないと、うん、やはり当然相手チームはこれから残留をしたいとか、はい、またはトップを食いたいとか、まだまだやっぱりメンタルがかなりやっぱり研ぎ澄まされた状態できますから、それを受けて立つような状態だと、まあ、もう本当に全敗するぐらいのね、うん、気持ちでやらないとならないし、これからがむしろみんなエンジンかかってくるので、うん、我々もやっぱりこうまだまだ相手をなんつうのかな、飲み込むぐらいのね気持ちでやらないとならないし、そういう意味では一つ、今日はね湘南さんの方が、ボール際のところまたはまあセカンドボールの回収であったりだとか、もっとやっぱり我々の方はやれることあると思うので、まあ、そういった細かいところからもう少しこう、課題を見つけてね、映像を見てそして、改善していければなと思います。いや本当今日こういうふうにあの試練を乗り越えなきゃいけない厳しい時にも、うん、あのインタビューをお答えいただいて本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。応援します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。試合後のセフン選手に来ていただきました。前インタビューを僕拝見した時にあの黒田さんから細かく指導をいろいろしていただいててすごくありがたく思って、特にその細かい人の中でここまで教えてくれるんだっていうのでいい発見だったりとか学べたもの、黒田さんからも教えていただきたいなと思いました。今晩はまあ、その選手とのこう共有の仕方だったりとか合わせ方だったりとか、まあいろんなポジションでがからのまあ自分との関係性があると思うんですけど、いろんなポジションからのそのもう共有っていうこと、ゴールを取るための共有っていう部分をまあ主に指導される、はい、オセフン選手がここ動いたらこういうふうにするか、サポートの仕方みたいなことですか。サポートハンパンボービルこれ、はい、そうです。はい、であともう一つなんですけど、僕オセフン選手の技術ですごく好きなのがクロスに対して相手のディフェンスの前に入ってニアで合わせるあの技術、あれのコツみたいなの教えていただけないですか。はい、スターティングポイントが非常に重要だと思います。まずはスタートポイントが大事なのかなというふうに思っていて、まあ相手よりも一足、まあ一つでも二つでも早く反応する、もちろん全てオフサイドだったりいろんなものも気にしながら、まあそうすると相手は視野の外にいるところから自分を確認できないところが入ってくるので、うん、やっぱり最初のスタートなのかなというふうに。最初からニアに入りすぎないようにしてますよね。トンブとニアへトゥルガジャントルハゴイツ。あ、これはブリターンに非常に重要なのがあった。そうですね、そこら辺の駆け引きが一番大事かなと思います。うん、ありがとうございます。で今日ですね、あのうち の教え子にちょっとあのオセフン選手と同じポジションやってる選手がいるんで、ちょっとアドバイスを一ついただいていいですか。アドバイス花っぽく
昭和東京の勝田 JC 上位です。お願いします。お願いします。今日のプレーを見て、前線で体を張ってキープするっていうシーンが非常に多いなというふうに感じたんですけども、ポストプレーをする際にどのようなことを意識してプレーしていますか？ボス前の相手も本当に自分を見ながらボールを見て、プレーをします。もちろん自分もそうなんですけど、本当に、フィジカルもすごく良さそうなので、攻撃っていうのは圧倒的に有利なので、そういう意味では先に、体を前に出てくるということ、だからあとは自信を持ってやることが重要かなと思います。やはり相手はもう自分、もう最後にはボールを見ないといけないっていうところを、前提に、あとは動き出す、しっかりその試合に外れるだったり、そういう部分の、駆け引き、まずはしっかり情報を取るところっていうのが重要だと思いますし、相手の駆け引きを楽しんだり、そういうものが重要かなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、選手に来ていただきました。はじめまして、レオザフトボです。よろしくお願いします。お願いします。サイドバックで、今日特に左サイドバックで出場されてて、センターバックからボール受けるシーンで、ほぼセンターバックと平行だったり、ちょっと前ぐらいの低めの位置でサイドライン背負ってる状況でボール受ける時の、どういうビジョンを持って、どういうプレーを一番いい選択肢として持ちながらプレーしてるのかなと思って、それを伺っていいですか？まず第一は、相手のウィングバック5枚の一番外の選手を引っ張り出したかったっていうのが目的で、そこで自分たちの特徴であるそのサイドの選手をうまく生かすっていうところを狙ってたんですけど、ウィングバックの背中ですね。なかなか今回出てこなかったので、1回僕のところで受けて、中盤の3枚をスライドさせて逆の、ジュニアさんの方にボールを配球して、そこからのクロスっていうのを狙おうかなというふうにやってます。基本的にそれって4バックが相手だとしても、自分のところで引きつけて逆に展開するか奥使うかっていうのが林選手に課されてる、タスクって感じだったね。そうですね、僕そのサイドハーフっていうのがやっぱ町の特徴ではあるんで、やっぱそこをどう生かすかっていうのを僕は考えながら。ありがとうございます。あとですね、もう一つは黒田監督から林選手に要求されること、こういう指導が多いなとか、このプレーをもっと伸ばせとか、そういった黒田さんから要求されることをちょっと教えていただきたいなと思いまして。まずはやっぱり守備のとこ、ディフェンダーの選手として、1対1で、ボール奪うだったり、クロス上げさせない、走らせないっていうところは本当に強く言われてて、あとはやっぱり、自分右利きですけど、左オープンで持って縦に配球するその配球の能力だったりは、よく言われます。そこは持ち味というふうに言われてるんですか、それともそこのプレーをたくさん要求されてるってことですか？プレーを要求されてるって感じです。そうなんですね、これちょっと林選手のプレー、普段映像でも見てて、何要求された上でそのプレー選んでるんだろうって気になってたんで、すごく勉強になりました。で、今日ですね、うち の僕監督やってるんですけど、シュアボ東京というチームで、教え子連れてきてるんで、ちょっとそこ の質問にアドバイスいただいていいかなと思いまして、お願いします。シュアボ東京でプレーしている藤巻優と申します。林選手にちょっとお聞きしたいことがあって、ロングスロー、今日あんまそういうシーンがちょっとなかったんですけど、普段すごい飛んでいて、飛距離を飛ばすにあたって意識しているところとか。もともと投げれたんで、その努力して投げれるようになったというわけはないんですけど、感覚的にはその、体の肩甲骨の柔らかさだったり、その体全体の使い方、しなりとか、そういうのをイメージしながら投げたらよく飛ぶのかなっていうのを感覚的に思います。すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。サクです。お疲れ様です。お疲れ様です。試合後の藤尾選手に来ていただきました。もうボールキープとか、本当前の印象と一緒にさすがなんですけど、切り替えの守備でもう後ろ本当に助けまくるじゃないですか。あの守備をできるようになる上で、もう気をつけてること、食事とかトレーニングとか試合中の意識とか、できる限り教えていただきたいなと思って、僕ああいう選手をたくさん自分のチームに作りたいんで、食事は結構気を使ってて、当たり前のことですけど、朝昼晩しっかり食べるっていうのと、睡眠も夜しっかりとりますし、あとは試合中のプレーでいうと、ボールが取られる前に取られそうなタイミングでちょっと予測して動くというか、でそれを相手より早く感じてやってるっていうだけですかね。取られた瞬間に動きたいけど動けないって選手はいるじゃないですか。藤尾選手がそういうのトレーニングで、この瞬発力と言っちゃえば、走った後にもう一回走り直すトレーニングとかを増やしたとか、食事で例えば塩分を少なくしたとか、そういう意識変えた部分って昔と比べてあったりしますか？
まあ、練習からまあ切り替えっていうのはまあ常にやってることなので、うん、まあ、それがまあ勝手に体が動くという、まあ、その習慣です。あ、習慣化してるってことですね、はい、あともう一つお伺いしたいことがありまして、藤尾選手サイドハーフも任されることが多いじゃないですか。サイドハーフに藤尾選手を置くことによってフォワードも置いて攻撃的な選手をたくさんピッチに並べるっていうのが、まあ、目的っていうかそれが強みだと思うんですけど、はい、藤尾選手がそこで自分に期待されてることとか自分が意識していることがあればできるだけ教えてください、うん、まあ、今日でしたら、まあ、デュークと、まあ、デュークが競って、はい、まあ、その後ろを僕がカバーして、まあ、得点につなげるっていう部分だったんで、はい、まあ、僕からの起点でゴールに近づけるプレーっていうのを意識しましたし、はい、うん、まあ、あとは純也君からのクロスを入っていったりとか、まあ、逆サイドからのクロスを僕が入っていったりっていうので、まあ、やりようとしました。じゃあサイドの時は当てて落とされる側の回収したところからのプレーと逆サイドからのクロスへの飛び込むターゲットとしての一人としてプレーしてるっていう意識なんですね、はい、それは代表とかでも一緒ですか。代表とはまた別かですかね。代表はまあ両ウィング張って相手をピン止めしてっていうサッカーなので、そっちの方が純粋なウィングっていう感じで、こっちはストライカーとしてウィングにいるって感じですかね、はい、そうですね。基本僕右をあんまりやったことがなかったので。あ、そうなんですか。代表で初めてやって、まあ、2年前ぐらい。そこから代表では右で活用されることが多かったっていうだけなので。あ、そうなんですね。ちょっと、はい、すごく気になってたことなんで助かりました、はい、で今日ですね教え子を連れてきてるんで、はい、ちょっと質問にアドバイスいただいていいですか。はい、あ、大丈夫です、はい、はい、じゃあお願いします。こんにちは、シュワバ東京の畑人志上司です。お願いします。お願いします。で本日藤尾選手のプレーを見て、ボールをキープする場面であったりボールを持ってからの推進力が非常にあるなというふうに感じたんですけども、フォワードとして自分が点を取るためにどのようなことを意識してプレーされてますか。まずはゴールをずっと、まあ、キーパーの位置であったりとか確認して、その次はまあボールが来る前に、まあ、相手の位置を確認するということと、まあ、フォワードは1人ではまあゴール決めれないので、まずはボール来たらしっかりキープして次につなげてあげて、もうゴール前にできるだけゴールに近い位置に走っていくっていうので、仲間を信じてパスが来ることを結構意識します。ありがとうございます。お疲れのところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと試合は残念な結果になってしまいましたけれども、まあ本当に黒田さんとか選手の方々インタビュー受けていただいて本当にありがたかったですね、はい、いや本当こういうね負けたり引き分けたりとか自分が思った結果が出ない時にこういうインタビューって絶対しんどいと思うのよ。インタビュー取れないのも仕方ないと思ってね、うん、待ってたところこういう風にしていただいたから本当町田ゼルビアのスタッフさんとかも全体に本当感謝ですね。初めてこうやってさ J リーガーの選手たちにインタビューしたと思うけどどうだった今日。いやそうですね、まあ、こういう機会は本当にないと思うんで、ここで吸収したものを、まあ、自分がそのシュワーボの選手として、まあ、今後活躍してチームの勝利に貢献するために、まあ、頑張っていきたいと思うので、頑張っていければなと。緊張した。いや頑張って2回出ちゃうぐらい緊張した。緊張しました。何回も言った方がいいから緊張しますよこれは、ね、はい、もう後ろからちょっとボリュームあったら上げてあげたいぐらいの時あったもんね。藤尾選手の時。いや、はい、どうだったマッキーは。いや、なんかやっぱりその普段見てるプレーのその内心とかその思ってるところとかも聞けて、やっぱりそのスローインはロングスローは肩甲骨ちょっと大事みたいなことも聞いたので、うん、これからいっぱいほぐして飛ばせるようにしたいと思います、うん、俺もね黒田さんと話してその黒田さんの守備の考え方の軸、ウィングバックいる相手に対してどういうふうにプレスいくかってところのあそこの答えに黒田さんの守備への考え方がもうすごく詰まってて、でその失点に対しての考え方もすごくまあ表明できるものがあったから、なんか本当悔しさとね絶対改善できるとかサッカー自体が間違ってるわけじゃないみたいなのも伝わってきたし、短い時間だったんだけどなんか知りたいことをすごく知れた本当受け答えしていただいて黒田さんに感謝する。最終節まで優勝争い続きますけど、うん、このままやり続けていけば本当に優勝争いずっと継続していきそうな。そうだからスタイルの問題じゃないからね、はい、一個一個のそのディテールのところでこだわってそれを行動に出し続けられるかで、そのどうしてもサッカーって隙ができる瞬間じゃん。その瞬間にやっぱ湘南さんがすごい高いクオリティのプレー今日したから、だからここはねもう一個のところに関しては反省して学んで次に生かすしかもうないと思う。ゲームとしてはすごい面白かった、ね、めちゃくちゃ面白かったし、うん、ね町田側のね応援してこうインタビューする立場で来てるけど本当湘南のサッカーがめちゃくちゃ良かったからいいものを見させていただいて本当勉強になりました。
粘土垂れるとか、そうですね、そうそうそうでもやっぱその町田ゼルビアがあの 黒田監督がこう考えてるんじゃないかっていうなんか考察しながら、うん、結構見てた感じがあったんで、ちょうど目の前にベンチがあって、はいはいはい、そうなんかコーチとの話し合いみたいなところのあとね、あの残り数分の時のあのもう早くリスタートするっていうことへの、そう、ね、要求、そのワンプレーのこだわりとか考えとか、うん、そういうのが見れるんで、本当今日来てよかったなと思います。いや、まあ、今日ね、一日、まあ、結構濃密な時間でしたけど、いや、濃密でした。また来たいですね、本当に。いや、また来たいです。はい、ですし、もう皆さんにもぜひ味わっていただきたいですね。そうですね、うん、ぜひもう、この町田祇園スタジアムに来ていただけると嬉しいですね。はい。町田祇園スタジアムにぜひとも、よろしくお願いします。今日、やっていきたいですね、得たものを、もう本当、シュアボ東京の、はい、もう勝利と、それとクラブの進化に絶対に生かします。はい。今後も、あのシュアボエルワッソとこのコラボ企画、はい、継続して見ていただきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。シュアボ東京ドキュメンタリー、ご覧の皆様、ありがとうございます。なんと今回ですね、町田ゼルビアさんのご厚意で8月31日国立競技場で行われる、町田ゼルビア対浦和レッズのこちらの試合、なんとレオザ学園に入学していただいた方全員に無料でご招待させていただくことになりました。レオザ学園入った方全員という、僕らも今聞いてびっくりしてるんですけども、ぜひともですね、レオザ学園に入って皆さん町田ゼルビアを直接応援に行ってください。ご応募の方は概要欄からぜひともご応募よろしくお願いします。